こんにちは、総括塾の久保です。今日もみんなの銀行についてお話ししようかと思います。みんなの銀行ね、もうご存知だと思いますけども、そのアプリをインストールして、そしてこの下にあるね、概要欄からの紹介コード、こちらの方を入力していただくと、あなたに1000円入るという形でございます。それだけではありません。1000円入った後は、今度はあなたの紹介コードが発行されますので、その紹介コードをもとに、広める活動をしていただければね、アプリをダウンロードして、その紹介コードを埋め込んだ方、そういったアカウントを作った方に1000円入って、あなたにもそのたんびに1000円入る、上限30万までね、稼げるというね、そんなアプリでございます。こういうのね、めったにないんでね、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。私もこの情報の業界に7年8年おりますけどもね、こういった単純で儲かるやつ、しかもすぐにお金が入るやつは珍しいです。今回私ね、1週間ほど取り組んで3万8000円になったんで、一応キャッシュアウトしまして、私の銀行口座に入れたわけなんですよね。まあ、そしてですね、1日だけちょっとね、どなたからもその私の紹介コードで入力された方がいなかったので、どうしたのかなと思ったら、昨日ね、2件の方がまた作ってくださったみたいで、今日2000円入ってました。ということで、継続的に稼ぐこともできます。でしかもこれね、キャンペーン中なんですよね。まあ、ですので、このキャンペーンが終わっちゃうと、もしかしたらもう1000円もらえないかもしれませんから、今のうちにやっといてください。もう一回作り方を言いますよ。まずはアプリをね、みんなの銀行アプリを取得してください。そしてこの中にダウンロードします。その後でプロフィールを打ち込むときに紹介コードがありますので、その下のね、紹介コードを入れていただいて、そのまんま、あと免許証が必要なんですけどもね、免許証、その他身分証明書、何かが1通があればいいんですけども、私の場合は免許証番号でやりました。そうすると1000円入りますので、翌日には引き落としますよってことです。で、これうまくいったら、まあ、ご近所の方とかね、家族の方とかにお知らせしていただいて、まあ、ちょこっとお小遣いもらえればいいんじゃないかなと思います。お勤めの方なんてのはね、会社に出勤した後でみんなの銀行を広めていただければ儲かっちゃうんじゃないかなと思いますね。3人を目の前にして、みんなの銀行を作りましょうってダウンロードしたのを確認して、その紹介コード入れてみてやったら、みんなに1000円入るから、みんなびっくりしますからね。で、自分には3000円、123で3000円パッと入るという形でございますね。それからね、緊急事態宣言が明けて、まあ、飲み会とかがもしかしたらある場合にはですね、飲み会の料金実質1000円割引ですよみたいな形